関係詞十九、カンマのついた関係代名詞二です。一の時はね、カンマフーを学びましたが、今回はカンマフ一について学びます。ほとんど一緒。逆に違いはどこにあるのか、それをしっかりと掴んでいきましょう。スタートです。例題です。問題はこちら。ドン。 次の日本文に合う英文になるように空欄に適する語句を書きなさいはい2つ用意しました1私は滋賀に住んでいますちなみに滋賀は京都の隣です私は黙ってたそしたら黙ってたことが妻を怒らせちゃった小芝居はいらないですねはいということで今役を言った時にもうねのっけちゃったんだけれども例えば前のねパート1の時だったらこちらがジャックです ちなみにジャックはなんていうふうに人を言って固有名詞を言ってその後に付け足しだったんだけど今回は滋賀というねだって日本人だったら滋賀県は京都のお隣よって知ってるじゃんでも外国の方で滋賀県はねいろいろねきれいなビューティフルレイクがあってさ、ね、古いお寺がね メニーオールドテンプルズで「ぜひ行ってみたい」「どこにあるんだ」「いや近いですよ」「日帰り可能ですよ」なんていうのをやっぱり付け足しっていうこと。じゃあこれほとんど答えバレバレなんだけどちょっと2番も一緒に見る都合があるんでちょっとじらすんだけど問題はしたよ。私は黙ってたえサイレントサイレントさんがフィッチおかしいよね。 サイレントって形容詞だもんさ不一致で受けないよね日本語よく見てみると「私が黙ってたそのことが」えじゃあこれカンマ関係詞で付け足しなのはいいけど何の付け足し説明っていうとここにいたジャックとか滋賀県じゃなくそうなの。 前の部分全体を踏まえてやっべえ俺何も言えんかったごめん何でもない「うんねちゃんといなさいよあ」っていうこの前の部分全体がくるということこれ「ふうにはなかった新しい話だよね」そうですまさにここが TK's ポイントそれじゃあ見てみよういくよイン、はい T カンマのついた関係代名詞に。はい、ということで二つ書きました。一個目。人以外のもの。で、ちなみに、ということで。ね、ここの部分で。付け足し説明を。するんです。滋賀県です。ちなみに滋賀県はですね。そして滋賀県はですね。そう、付け足しです。ね、このように。 人以外のものの場合にはカンマフイッチで付け足しをするんです。はい。でポイントはこちら。文全体または一部を踏まえてね、えー、これこれです。そしてその事実がとかね、そしてその発言内容がなんてくるわけです。ですからちょっと訳し方としてはね、えー、ちなみにその内容がなんてなっちゃうので書いてませんが、フイッチが 単純に人以外のものだけじゃなく前の文の全体や一部を踏まえてズドーンってなる場合があるの。はいじゃあポイント2つ特に下のポイント注目できたかなそれじゃあ戻るよとはいじゃあまず上で「ウェア」ってならないよね。隣に動詞ががあるからここはは主語、はい はい,見ますはいここ「ウェア」入れちゃった人隣に動く君がいるから同動くんの左側は主語だよいいね場所を表す名詞だからっていきなり「ウェア」じゃないって言ったよねまずは不一致の可能性を考えてねそれがとかそれをじゃないそんな時は「ウェア」だと言いましたでもね今回はちゃんとね「私は滋賀に住んでいますちなみにそれは京都の隣です」「いいかなここ「ウェア」じゃないよ フィッチだよね、カンマウェアになる場合もありますでも今回はちゃんと調べて滋賀に住んでますちなみにそれは京都の隣フィッチだからねはい、じゃあまあ上もできたと思うんですけれども下です結構もうねこの時点で派手になってますけどね私は黙ってたねあんたさ昨日の夜遅かったけど何してたのよごめんなさいそんなじゃ分かんないわよどうかっていう感じで私が黙ってた はいということで、ね、この「フィッチ」が指すのは「I kept silent」「私が黙ってた」ですでね上と下はっきり言って上の方が簡単で下の方ややこしいんだけれどもどっちの方が実際長文で出るかっていうと下なの。このようにカンマ「フィッチ」はねもうね普通に前の文全体だったり前の文の一部を取るよそう思ってて。 でたまたまカンマフーみたいに短く直前を指すこともあるいいねこんなふうに前全体や一部こっちの方が普通だよね。そのように覚えておくとバッチリですはいおさらいティーケーズポイントですこちらドンカンマのついた関係詞パート2でございます でえー、人の場合は「カンマ風」でしたが「人」以外を全て「物」というふうに表すのが関係詞のね関係代名詞の話なので「物」「物」「ちなみに」「そして」ということ。「付け足し」じゃなきゃ変でしょ私はね京都の隣の滋賀に住んでます。滋賀っていろいろあってね北海道の隣の滋賀とかさ群馬の隣の滋賀とかいろいろある中で私が住んでるのは京都の隣のってなっちゃうでしょ ね、だからカンマが入れないと気持ち悪いからねシガがいっぱいあるみたいなねよくわけわかんないことになるからカンマ入れるのシガです。ちなみにということ。いいいいねジャックがカンマ付けないとといっぱい出てきちゃうのと同じことですでポイントは下。でそれがさあっていう形でねこのね、えー、カンマフィッチ以下が付け足しなんだけれども。 ね、フイッチが一単語だけではなく前の内容をそのものを受けているということなんですこれはカンマ風にはない特別な働きむしろカンマフイッチは前の文の全体や一部を指す方が普通だよっていうことで覚えてくださいはいポイントつかめたかな